せーの、本日のよろぴこ。カープ最高、よろぴこ。8月に田舎帰ってね、はい、家にいたら鶴岡さんが来て11時ぐらいかな朝、はい、昔高速道路ないから甲州街道こう2時間ぐらい、ね、で12時半ぐらいまでいたかな。もうそろそろ帰らないと、ロッテか東映かのゲームがあったから、ね、はい、早く2時間か3時ぐらいには帰ってできへん、で帰る方で入れって言ったから、いや入りませんって言ったね、プロ野球入らない。うちのおふくろもね、プロ野球なんて大変なとこだからね、ちょっとねって言ったんだよね。はい、でまあうちの親父は、ね、個人の郵便局長やったから後を継いだんだけどね、はい、でまあそれをやりながら話してて、で入りませんって。よったな、それはもうね困ったなこの子はと思ってで帰り際に入ったらアメリカに行かせてくれるって言ったの、コロッと変わったの。はあ、うん、それはなぜかというと、昔あのローハイドって言ってありました、あローハイド金目の、ね、ありました、はい、あれしょっちゅう見てね、ハリウッドとかね、あこの辺絶対分かんないですからね、ローハイドはちょうどね、地球の日本の反対側じゃない、はい、あの頃行くったらね、高卒の自分らの給料はね、1万6、7000円なんだよ、うん、で飲まず食わず1年半食べなきゃいけなかったんだよね、うん、そんな時代なのにね、アメリカ行かしてくれで入ります、で2年目に行った。もう2年目に行ったんですか。東京オリンピックの時、あ64年もうね、時代がね、もう時代を考えるとなーって、これは58年前だもん。そうですよね、もう、もう僕は生まれてますけどね、小学生じゃないですか。もうだって何でいくつした俺より。もう65ですからね。65、あ、じゃあ13下だ、はい、で66と一緒だから一回り違いますね。あ、なるほど。そうなんです。で本当ね、あの頃さっき言ったように広島行ったら暮れですもんね、キャンプ。そうそうそう、で兄が入ってきたんだよ、広島にはな。そうそうそう、同期。あ、同期ですか。沖縄初の。めっちゃ元気ですよ。え、めちゃくちゃ元気。元気、うん、普通に投げますもん。で酒は好きだし、こっちも好きだし、これとこれとすごい元気です。あ、本当。はい。アニアさんも聞きます。聞いたら、あの時まだ沖縄が返還されてない。返還されてない。でしょ？されてないから高校野球の時も甲子園だったらしいさんじゃん。時に九州大会行った時に決まった時に沖縄帰んなかったらしいんですよ。帰るともう一回夜パスポートの関係上なんか面倒くさいらしいんですね。でそれで沖縄帰らずにそのまま甲子園までいたって言ってましたね。ああそう、まあ、で土も持って帰れんかった。そう言ってましたね。ああそうだ、ね、アメリカだから、うん、だからそういう話してましたね。その時代だからね。いやいや、マシさんも若いですよね。この人より俺13若いから。12か13ね計算が合わないんですよもうね、計算もできなくなってくる、だんだんねだからね、あの広島のクレイね、キャンプ張ってプロに入ってね、はい、だからものすごく広島っていうところに愛着があるし、ね、であの何年か前かな、プレの二高球場って、うん、ね、うん、あれが鶴岡球場になった。そうですね、あの横にあります鶴岡さんのミュージアム、ミュージアム、この除幕式には行ってる。あ、南海、南海の OB たちが並んでるか。なるほど。僕もこの行ってきました、うん、あの二高球場のこの鶴岡さんの、うん、ミュージアム、うん、あれずっと見てきて、あ、そういうとこない。クレは二高球場ですよね。そうそう、あそこでやったんだ。なんだか寒いところでキャンプあるかあの鶴岡さんの出身ですもんね。出身で山があって、どちらかというと、まあ、雪も降ってくるんだけど風がちょっとね、あの、はい、直接当たらない感じだったから。でカープは日大行くのにね、うん、そう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 。でも入って南海に入られてですよね。入ってアメリカ行ったでしょ、うん、2年目にね。2年目に、あ、どういうあれで行ったんですか。やっぱり約束で、うん、だあの契約書じゃない、鶴岡さんの口約束、それでまあ3月10日にね飲んで、でサンフランシスコの飛行場、向こうの上をダウンタウンとかそう、はい、ただあの本当におとぎの国みたいだよ。
今はみんなどうってことないだろうけど、あの日本だったらね、白い壁に黒い屋根、向こうは黄色、赤、ブルー、何でもあるから、ね、本当におとぎの国に散る感じでね、うん、わあ綺麗なとこだな。でまああちこちもうないんだけど、キャンドルスティックパークとか行ってマウンドでこうこんなところで流れたらななんて、でそれからハリウッド行って、はい、でディズニーランド行って、はい、でアリゾナ行って、はい、でキャンプ入った。あのサンフランシスコジャイアンツの球って丘の上ですよね。丘の上じゃない、サンフランシスコジャイアンツ。ジャイアンツの球場は昔のキャンドルスティックは、はい、あのサンフランシスコの湾が、はい、湾ありますね。湾があって西側に太平洋側に、はい、ちょっとこうあの丘みたいなのがあって、はいはい、そこのところを高速道路が通る、はいはい、でこの丘のところをこう切り開いて、あのこっちに湾なんだよね。あ、うん、だから1メーターか2メーター、ね、3メーターぐらいの高さのところにあるんだけどね。だからもうあの夕方になるとそこから霧がうわーっと来て寒かった。ゲーム始まると自分らのライト側のブルペンだからもうオーバー浴びてね、こうやって見てたんだから。でもその時行ってキャンプ行ってないですか、うん、どんな感じだった。いやもう聞きたいですね。まあ要するにアメリカの原っぱ、要するに砂漠だよね、はい、そこにはサソリもいるし、はい、ガラガラ、もう道路が一本あって、はい、フェニックスの方から行くと、はい、で左の方にキャンプ場があって、はい、そこに7階か8階の、あのホテルみたいなのがあって、はい、そこはあのメジャーの選手が泊まる、はいはいはい、うん、でプールもあって、はい、でもちろん食堂もあって、でこっちの方にはあのマイナーの選手が泊まるね、うん、部屋があって、はい、2段ベッドであるわけ、うん、だから1部屋4人が、でこっちはあの後輩2人と3人でね、あのそこへ泊まって、でもう練習は10時ぐらいが始まって1時ぐらいで終わっちゃうんだよ。で暇は暇でね、でちょこっとこう辞書を見ながらやったら、車で100キロぐらい飛ばしてさ、車20分ぐらい行ったらちっちゃな町があるんだよ、インディアンのものを売ったりとかね、でヒッチハイクで2度か3度ね、こうやってヒッチハイクで、うん、分かんない、3人で行ってね、はい、で買い物行ってお土産買ってきてさ、それで、まあ、帰ってきた。で3月の末になったら日本は給料くれるじゃん、うん、出ないんだよ。え、持ってった400ドルだけどね、はい、当時は14万4千円よ、うんうん、ね、それをあの買い物行っては買ってなんかして、うん、で給料くれないんだよ。おかしいな、400ドルの給料くれるって言ったのにな、って言ったら、うん、アメリカっていうのはシーズンが始まらないとシーズン給だから、あ、だから4月1日から9月末にまでやった、うんうん、これを総額の、うん、6ヶ月で割るわけだよ、うん、ね、それでだいたい2週間2週間ってくれるわけ、うん、だから3月もらえない、4月ももらえない、うん、4月はね20日22、3日から始まったの、うん、もうちょっとだともらったの1週間分、うん、だからもう大変だったね。やっぱり大変ですよね、金がないと旅に出たらね、本当にあの今みたいにねカードで入らんってやってるんですけど、もうゲンナマがなきゃダメだから、はいはいはい、もう本当になんかアルバイトしなきゃいけないのかな。あ、で向こうの選手その時ってやっぱしアルバイトして、いや その時はキャンプは一応あの来るんだけど、寮そこのキャンプ場の、うん、そうすると3食食べれるようになってた。でもね、行った時はやっぱりあのオレンジはさ、日本であの1個200円、うん、300円でね、うん、今は200円とか、うん、どうとかないけど、はい、当時の日本の、はい、高いじゃない、めった食えない、はい、それが目の前でジャッとしてさ、はい、ジューッとジュースにしてさ、はい、もう全部皮むいてそのまま食べてさ、はい、おうまいな、こんなの平気で食べるなって晩飯になったらこんなステーキが出てきた、はいはい、日本じゃ広島の頃でキャンプの時は、ね、あれだよ、鍋かなんかですか、あの鍋もあったけど、あの家からさ肉をあの味噌漬け、はい、それを買ってきて、うん、おばちゃんに預けて、うん、で自分であの焼いてくれって食べたりして、キャンプの時にいや確かに南海に比べてアメリカは食事が美味しかったっていうふうにこうですね、うん、言われてますよね。でも最初、でも最初からメジャーじゃないでしょ、マイナー、まあマイナーでもクローザーですけど、ね、ただあのセールとかそういうのはついてなかった。なるほど、だけど契約するのが分かるじゃないですか、うん、な日本でも分かった、
本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろしくお願いします。